はい、こんにちは、今日もキャンプに来ています。はい、皆さんこんにちは、こじチャンネルのこじさんです。今日来ているのは九重グリーンパーク潜水キャンプ村というところに来ています。でここは温泉がついているので、今日も温泉に入って薪ストーブでキャンプします。設営も今終わってですね、ちょっと恒例の三ツ矢サイダーを飲みたいと思います。いきなり今日の忘れ物、マグカップを忘れてきましたなのでこのキャプテンスタックのデカシェラカップ、これでいただきます。わ、多い。はい、じゃあ乾杯。うわ、飲みづら。今日もですね、ちょっと風が強いというわけではないんですけど、たまに突風が吹きます。なのでもうあっちが山なんですけど、山からの吹き下ろしをフロントフラップで受けると、多分テントの中にめちゃくちゃ風が入ってくるので、フラップを風下の方に向けてます。ただフラップがを閉めてると、こっち開けてるとフラップで風をまともに受けてしまうんで、向こうも半分開けてます。いやー難しいね、テントの張り方が。最近風にやられっぱなしですうわー、風がこんな感じで、風がいきなり吹いてくるんですよね。はい、じゃあちょっと様子見ながら薪ストーブはやるかやらないか決めたいと思います。今映像で 見た通りですね、風がやっぱすごいので、入り口閉めました。そっちが、うわ、うわ、うわ、大丈夫かなこれ。うわ、やばいやばいやばい、見えますか、潰されそう、テント。ちょっと薪ストーブダメね、これ。いやこれちょっとやばいね、潰されそうやもん。今日はまあ、もしかしたらアルパカになるかもしれませんが、今日のメインはまたちょっとこの前の、スペアリブの甲羅に味を締めてですね、またダッチオーブンを使って、調理します。薪ストーブの上でしたかったんですけど、まあ、もしかしたらアルパカの上で
調理になるかもしれませんが、今日もご飯が楽しみです。うわやばいね。まあワンポールテントはあの風に強い方なんで、まあ多分大丈夫なんですけど、今あのスカートはペグダウンしたんですけど、ガイロープ貼ってないのでガイロープをちょっと貼っときましょうかね。はい、これ危ないです。ここめちゃくちゃ広いキャンプ場なんですけど、今日は4組だそうです。なので気兼ねなく今日は喋れると思います。今日のここのキャンプの一つの楽しみでもある露天風呂をちょっと見に行きたいと思います。明日の朝9時まで入り放題、夜中も入れるそうです。めっちゃいい、めっちゃ良くないですかこれ。いや楽しみ。最近あの寒いんでキャンプ中にお風呂入るのがなんか楽しみになってます。ちょっと炊事場も見ときましょうかね。今風が止んでるんでですね、風が止んでたら全然焚き火とかできそうなんですけど、どうかな、もうちょっと様子見たいと思います。今まだ3時なんでですね、ちょっとテントに戻ってゆっくりしたいと思います。はい、薪ストーブ一応設置しました。設置はしましたけど風の具合を見てつけるかつけないか判断します。
はい、今ですね、何時？5時半なんですけど、ちょっと風がまた出てきたんですけど、一応入れてみました、薪ストーブ。なんとなく大丈夫そうな気がします。はい、おお、大丈夫か。今ここ水入れてるんで、お湯が沸いたらまたお湯割りをしたいと思います。わあ、風すごいね。おお、めっちゃ揺れてる。あら、これちょっと危ないね。まあちょっと様子見ますよ。やばいやばい、これやばいね。ちょっとめっちゃ風が、突風がいきなり吹きます。ちょっと気をつけとかんといかんですね。あー、また吹いてきた。わかりますか？むちゃくちゃ突風が吹いてきて、めっちゃ揺れてるんですよね。ちょっと怖いんですよね、これ。今火入れたばっかりで、ちょっとどうしようかなって今マジで考えてます。うわー、来た。